大阪・関西万博は政府の事業。吉村さんと松井さんは自民党に頭を下げに来い。そうしたら追加のお金を出してやる。自民党太田夫妻議員が驚きの傲慢発言。これこそまさに自民党の古い体質、昭和の古い政治そのものではないでしょうか。はい、こんばんは。参議院議員の時田俊です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。こちら4月の7日に収録をしておりますけども、おとといですかね、自民党所属の参議院議員太田夫妻さん、元大阪の府知事ですね、から驚きのね発言がありまして、インターネット上で話題になっておりました。でブログでも私は書かせていただいたんですけども、すごいですね。まあ、大阪関西万博は政府の事業なんだと。なんか吉村、松井がですね、なんかあたかも大阪の事業かのようにでかい顔してるけど、勘違いするなと。そして、もうこれはね、政府の事業だから、奥ゆかしくですね、お願いしますよと。自民党にお願いに来れば、頭を下げに来れば、追加の出資、追加の出資もうまくいく。お金も出してあげますよと。まあ、こういうことをね、言ってるわけですよ。すごいこと言いますよね。で、これね、なんか、おときたが話持ってるだろうとかですね、言われるので、ちょっとね、もう動画見ていただいた方がいいと思うんですよね。よっ。ね、ということでね、こういう、まあ、こういうことをね、まあ、見てください。この態度ね、こう、バーって生きて、ふっみたいな感じで終わる。とこまで含めてね、なんか、音北がちょっと発言持ってるとか言われますけども、ニュアンスをほとんど汲み取ってると思いますし、私はブログのタイトル等々についても捏造だとか、いうふうには思っておりません。いや、これはね、本当に傲岸不遜なね、日本の悪い政治、自民党の古い政治の、ダメなところがね、凝縮されてるような発言ですよね。政府の事業なんだから、自民党に頭下げに来いと、お願いに来いと。そしたらお金出してあげる、予算つけてあげるっていうのは、まさにこれはもう、業界団体のバラマキ政治ですよね。こういうことを言う方が選挙の前に自分の支援団体に、どういうことを、支持者にどういうことを言ってるかって容易に想像つきますよね。まあ私を応援してくれれば予算つけますよと。自民党ですから私は、もう政府にパイプありますから、お金どんどん引っ張ってきますって言って、そうやって、選挙とね、票やお金を集めて、で、選挙が終わったら、予算を配分してですね、一部の業界団体に予算をつけていく、税金を再配分していく、まあ、こういうですね、昭和の古い政治はずっとこの国は行われてきたわけですよ。でもこれというのは、その自民党にお願いに行けるような立場の人、その政府の中枢の権力に近い人にばかりですね、税金が使われて、そうでない方々は見捨てられるというね、このもうほんと税の不公平な税のあり方、使い方ということで、これこそがまさに私たちが本当に目の敵っていうかな、変えねばならぬということで、ずっと改革を主張した部分なんで、まあ、こういうことをね、今このご時世になっても令和の時代になっても堂々とこういう風にね、動画でね、あとツイートとかでおっしゃる太田さんの価値観もね、驚きのものがありますし、まあ、こういう古い政治こそ私たちは打ち破っていかなければいけないなという風に思います。で、この政府の事業というのは確かに大阪関西万博は政府の事業なんですが、じゃあそのお金はどうなってるかというと、国が3分の1、そして大阪市府も3分の1、民間が3分の1ということなんですね。これは飯田聡大阪市議会議員がツイッターで指摘をしておりますけども、飯田さんはね、全国比例で公認内定が発表されたということでね、参議院選挙頑張っていただきたいと思いますけども、まあ、これツイートでね、万博は政府の事業です。なんてどやるぐらいなら、ぜひ政府の費用負担額を2分の1ぐらいまで引き上げてほしい。3分の1しか負担せずに、そんな偉そうなことを言えた義理はない。大阪府市民や資金供出してくれる関西経済界にも極めて失礼な質疑であり、もう粉飯ものであるというようなことをですね、飯田聡さんも、ツイートをされています。いや、そうなんですよね。いや、国が100歩譲ってですよ。100歩譲って、確かに政府の事業で、お金も全部政府が面倒見てますって言うならね、もうなんか偉そうな顔すんなと、大阪の市長と府知事がね、まあ、前面に出てなんかやってるおこがましいというのも、まあ、100歩譲って、全額お金出してんならわかるかもしれないですけども、3分の1しか出してない。で、府都市も3分の1出してるし、大阪の経済界、民間も3分の1出してるという状況でね、ここまで、むしろなんでこんなに大きな顔でね、上から目線で、ね、市長も府知事も勘違いしてるなんて言えるのか、その方が私は、不思議だと思います。そしてね、まあ、大阪自民党はですね、方々はこの万博誘致にそもそも反対をしてきたわけですよ。で、これもね、いや反対なんかしてなかったっていう風に歴史を改ざんしようとしてますけども、これもね、いろんな動画も流れてますけども、2015年の大阪府知事選挙、市長選挙やった時ですね、自民党が応援した候補たちはですね、もう松井さんの思いつきに過ぎないとかですね、経済界も慎重だからなぜやるかわからないというような形で、これもバンバン記者会見とか街頭演説も言ってたわけで、動画も全部残ってるわけですから、万博は私たちは反対してなかったんだと、自分たち
ちがあたかもね、自民党がやったかのように、今更これ取り繕うというのも、まあ、これはいかがなものかというふうに思います。まあ、いずれにいたしましてもですね、まあ、こういう妨害中かな、ちゃちゃを入れに、ちゃちゃ入れにですね、囚われるですね、まあ、大阪関西万博をしっかり成功させるということは極めて重要なことであります。で、松井一郎市長もこのようにおっしゃっています。松井さんのツイートです。太田さん、おっしゃる通り、僕が知事時代に安倍総理に要望して実現しました。政府の事業であること、重々認識しています。そういえば、元大阪府知事である太田参議院議員さん、大阪自民党は僕が提案した頃は万博反対でしたね。ということでピリッとね、ちょっと松井さんも言ってますけども、まあ、政府の事業であるということはしっかり受け止めてですね、やっぱ政府には国しかできない、なんか外交的なね、こととか、そこでリーダーシップをしっかり発揮していただいて、謙虚な姿勢で、その基礎自治体、地方自治体や大阪府市や、経済界、民間をまとめていただく。まあ、そういうことがね、国には求められていると思いますので、私も別にこれ敵対することではないと思っていますから、しっかり地に足をつけて、大阪関西万博の成功に向けて、大阪の方でも維新のメンバーが頑張っていかれると思いますし、私も国政の方からですね、国としっかりと連携をしながら、2025年大阪関西万博の成功に向けて、しっかりと歩みを進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくご指導ご鞭撻と、チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら。プチッ。